はい、どうも、こんにちは、バシーと。ミクです。はい、本日はですね、また予約開始の新しいものが出てきましたので、見ていきたいと思います。はい、まずはこちらですね、プレミアムバナーに遊びに来てます。SH モンスターズ、三色キル品川最終決戦バージョンが、予約開始になりました。以前ですね、SH モンスターズの方で、キリュウ、これですね、メカゴジラ、平成のメカゴジラがいるんですけども、そのメカゴジラ、平成じゃないな、ミレニアムだな。ミレニアムシリーズのメガゴジラがいるんですけども、そちらの方が、再度、販売するみたいですね。というのも、ゴジラ2002ですね。このゴジラがいるんですけども、そちらが4月の方に発売されます。で、それに合わせてですね、販売するみたいですね。うん、キリュウは欲しかったんで嬉しいです。で、こちらの方は価格の方が1万3000円ですね、大体。はい。高いなぁ。8月に発送みたいですね。8月ちょっとね、お金用意しないとまずいかな。で、今回アブソリュートゼロのエフェクトパーツなんかもついてくるみたいで、これ嬉しいですよね。箱なんかすごいことになりそう。で、さらに、暴走形態ですね。この状態の目がついた、ヘッドパーツもついてくるみたいです。で、さらに今回新しく新規造形されたのが、このアブソリュートゼロを至近距離で撃って、大破というか腕とね、損傷した部分があるんですけども、そちらの方のパーツがついてくるみたいです。腕と、胸の部分ですね。胸のアーマー部分。この部分が壊れたものがついてくるみたいですね。いやー、夕日に佇む最後のメカゴジラですね。かっこいい。はい、まあこちらがとりあえず予約開始になったみたいです。SH モンスターズのメカゴジラが出てくるのは嬉しいですね。特に僕ミレニアム世代なんでね、そちらの方がすごく嬉しかったです。はい。で、次見ていきましょう。続いては、初音ミクですね。はい、こちら、ことぶき屋さんのページに遊びに来てます。ことぶき屋さんのページに遊びに来るのは初めてかもしれないな。はい、フレームミュージックガール初音ミクが3月27日の火曜日午前11時から、受付開始みたいですね。予約が開始される前みたいです。いやー、待ってました。3月の9日、ミクの日にね、発表されたんですけども、そうですね、こちらの方も非常に楽しみですね。まあ、その前に結構大々的に発表されてましたけどね。うん。フレームアームズ、コレクションでしたっけ？フレームアームズガールでしたっけ？そっちの方僕が詳しくは知らないんですけども、こちらの方のミクちゃんも非常に気になるので、そうですね、購入したら組み立てていく形かな。これプラモなんですよね。うわー、どうなんだろう、うまく組み立てられるかな。僕ガプラしか組み立てたことないからな。はい。あ、とりあえずこちらの方が3月の27日から、発売されるみたいです。発売じゃない、予約開始されるみたいですね。うん。いつ発送までかはちょっとまだわからないんですけども、まあまた詳細が出次第ちょっと見ていきたいと思います。はい、そして最後ですね、マジカル未来2018のライブチケットオフィシャルウェブ抽選先行予約開始ですね。こちらの方が3月の24日、明日の12時から1時受付開始だったそうです。まあこれは以前動画で撮ったんですけども、まあ一応振り返りというか復習というか、そんな感じでちょっと見ていきたいと思います。こちらの方は明日の12時から、それぞれ SS 席と S 席 A 席という風な感じの、申し込みが発売されるみたいですね。うん、今年はダブル S 席座れればいいんだけどな。で、座ってライブが楽しめるボックス席、そして昼公演の S 席エリアで、ね、閲覧が可能な U18 の駅U18 席ですね。こちらの方申し込みは2時受付からとなるみたいなので、こちらの方は注意していかないとダメみたいですね。うん。大阪、東京。僕今回は東京を多分見に行くだろうから、東京のチケットはこんな感じですね。はい。いずれのページもですね、ことぶき屋さんのページも、全部動画の説明欄のところに、URL を貼っときますので、そうですね、気になる方ぜひチェックしてみてください。ゴジラが楽しみだな。はい。で、先ほど言ったですね、こちらですね、ゴジラ2002。こちらの方は僕も予約してあって、迎えに行ってですね、レビューしたいと思ってますので、はい、楽しみに待っていただければ幸いかと思います。やっぱゴジラ2002かっこいいですよね。ミレニアムの次ぐらいに好きなんですわ。はい。というわけで、新たなですね、予約開始の、動画を撮らせていただきました。URL の方は動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、紹介したのがシート。ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと。バシーから、お願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バシーとミクチャンネルを。お願いします。